これなら。ちょっと待って、まだ何か。そんな、こんな巨大な船があるなんて。調べて。ウィシェ2番、銀河お嬢様伝説イラン9。姫様、敵の機関です。25億円。はい、黒金さん、サンチさん、10万5000円。落ち着く。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。おはようございます。はい、シャトルさん、おはようございます。はい、先週ちょっとね、戦闘の途中でちょっと長引いちゃったんで切りました。まずは戻し作業。偽物が出たとこですね。なんだか、ロッコメさん、おはようございます。ああ、ね、最近安くなってね、もう今が買い時と言っても過言じゃない。今日はちょっと遅かったので、逆に間に合って助かりました。ありがとうございます。ミサドルさん、ありがとうございます。ちょっと今日、ね、さっき、横になってたら、ね、ちょっとね、うっかり寝てしまってたよ。あらら。わらわら。しょうがないなぁ。まあ、私もちょっと空いてきちゃったし、何か食べに行こうか。おはようございます。ジュノさん、おはようございます。そうですね、若干戻りますね。12個目様です。まあそんなに戻らないと思うんだけど、偽物ね、偽物が出てきて、たくユーリは食べることになると急に元気になるんだから。えへへです。落石注意さん、おはようございます。さて、どこで食べようかな。国逃げ犯とね、間違われて、ね、あそこなんかどうです？へ？ユーリって食べるお店を探すのだけは早いよね。そうです。任せてください。ランプリは今メキシコですね。メキシコやってるんですよね。じゃあ行ってみよう。メキシコはマックラクスタコスですからね。ジュニアの第二の母国。カズサトシキさん、ネコスさんまで。アンナミラーズさん、カズラとか言うなよ。ユナさん、やっぱり有名人なんですね。そうかな。レストラン見るとなんかワクワクしちゃう。あの子、さっき食い逃げしたのよ。それはね、その何遍もドーピングしてるからね、あれ。回復するから。最後の回復なんか回復量がおかしかったよね。全開してるし。よくもさっきは逃げたわね。アイドルだからってただで食事して済むわけないでしょ。今度こそと捕まえてあげるわ。ウェイトです。あ、また来たわ。食ばかり男。食ばかり男。22個目さんです。なんか危ない感じです。ユナさん、お腹こつ、なんだか知らないけど逃げるのよ。ま、おう、逃がさないわよ。覚悟しなさい。うわ、おう、待て、わお。待てー。なんで追いかけられるの。ユナさん、本当に食い逃げしたんですか。食い逃げした。するわけないじゃない。ユーリじゃないんだから。待てー。ユーリもしないな。ユーリはするのか。こら、いい加減観念なさい。本気で追っかけてくる。こんなに走るとしてたらもっと食べとくんでした。食べ過ぎだろう。こら、いい加減観念なさい。こっちに行ったら捕まってしまいます。スペースダック。本当にしつこい人たちね。待てー、誰か食い逃げを捕まえて。このままじゃ捕まってしまいます。冗談じゃないわよ。初めてのスキャンダルが食い逃げなんて嫌だ。全然出てって観覧車のユーリが大食いチャレンジ
嵐になっちゃう。なんで私が囲い逃げなんて疑われるのよ。広場でちゃんとお金払いました？払ったわよ。ユーリーが食べた分全部。こんな風に逃げ回ってても疲れちゃうだけだわ。なんとかしないと。とりあえずハトポッポ号に戻りましょうか。そうね、それで様子を見るしかないわね。あと余談ですけど、昨日お店でうどん2杯食べたんですけど、2杯食べがきつい年頃になってしまいました。2杯食べましたか、まあ、食べられてもまだいいないですが、2杯食べられないやもう。私も昔は割と大盛りも食べられたけど、今は食べられないですね、確かね。いい年頃になっちゃった。ついにそれでね、年を自覚してしまうんでしょうね。おや？ユーリー、もう少しで出口だよ。あからさまな偽物。あからさまな偽物が。助かった。さすがにここまでは追いかけてこないです。これを食べたんでしょうね。自分も思う回転寿司40皿は無理だろうね。40皿はもう私当時から無理でしょ。若い頃も無理だろう。私が追いかけられなきゃいけないのよ。 40？ ユナさんって80貫ぐらいですか。1皿2貫も乗ってますよね。行き別れの双子が実は。私は一人っ子よ。そうですか。変ですね。私さっきからユナさんをもう一人見てるんです。今はどうだ。いや、もう一人いるわけないんだから。食べられないけど、少しじゃ満足できないってことですかね。私も10皿ぐらいでしたね。11、11、11、11。私の偽物がいるんだ。食べられないけど、あの小食じゃ満足できないからだ。いやー、そうだったんですか。こうなったら、その偽物を捕まえるしかないわね。でも、どうやって捕まえるんですか。捕まえる方法食い逃げするんだから。そうだ、私たちでお店を出して食べに来たところを捕まえちゃうのよ。37個目先生、ケンタッキーはあまり食べないからね。お店ってどんなお店に。ほとんど食べたことないケンタッキーで。そうね、手っ取り早く近くないからね。ケンタッキーあることもあるけど、まあ、近くじゃないですね。ちょっとわかんないね、どれぐらいなのか。はーい、らっしゃいらっしゃい。かき氷は、かき氷、ここにある氷はただの氷じゃないんだからね。氷の惑星から持ってきた昔何億年も昔の究極の氷だよ。うちのハンドラのタマちゃんが、あれですよ、ハトをね仕留めてるんです。ハト2羽、ネズミ仕留めればいいのに、ハト2羽仕留めて死体は軒先に ばらまいてるから。本物のかき氷を食べたとは言えないんだから。庭にハトと死体、死骸が玉ちゃん強い。どうぞ。あれよです、ハト別にいいんだけど。それお前が僕へってことですよ。ラックスさんにプレゼントしに来たんですか。まあ子猫でしょうね。子猫に、おいハト持ってきたと。たまに外からなんか捕まえて、と外だと暴れん坊ですね。ヤモリとかスズメとか、トモとかです。やっぱり商売は目立ったもんが。でもまあ入れないから、それ持ってきた場合は入れないからね。ユナさん商売人ですね。ちょっとかわいそう
だけど、子猫に狩りを教えたい。まあ、大しょうがないわね。狩りを教えたいんだけど、子猫はね、出られないからね。ユナさん、こんなことしていいんですか？いいの。いい、ユリ。これだけ人が集まってれば、犯人は必ず来るはずよ。はいです。しっかり見張ってます。ユリの顔がいいね。あの表情本当に良かったのかな？あの表情は。いちごちょうだい。だけどユナさん詐欺ですよ。これはいいね。偽物を捕まえる。食べたら待ってたわよ。私の名を語る偽物め、正体を表しなさい。何言ってんのよ。あ、そうだ、クイズがあったんだ。クイズはどうなんだろう。今度必ず3本目まで行くのか、1問で終わるのか。どっちが本物のユナさんですか？出てましたね。どっちが本物かわからない。わかるわかる。ユナマニアのユナさん、偽物はお前や。カモンタツオ。ユーリー、あなた私とどれだけ付き合ってると思うの？アタチキャラを見分けるよりは簡単ですよ。まだ3日です。私に任せなさい。どっちが本物のユナか、私が決めてあげるわ。今から出すクイズに2人とも答えるのよ。さあ、クイコーナー。聞きの方が偽物です。これ状況が混乱するやつだ。さあ、クイズ年の差は100人に聞いて判断。皆様の心のオアシス、生活の苦闘点、年の差は100人に聞いてハンターの時間がやってまいりました。司会は私、愛の戦士お嬢様仮面ポリリーナ、そしてアシスタントのユーリーです。さあ、では行きますよ。回答者の皆さん、用意はいいですか？2人だけ。いいわよ。これまさにリアちゃんの介護シーンですよね。第1問。日本の首都は？よし、じゃあ東京で普通に行ってみよう。東京。東京。あ。両方当たるんだ。まあこの辺は一般常識よね。どう見ても右なんだよな。どっちが本物なんだ？どっちが本物なんだ？1767年。奥羽米沢藩の第10代藩主に就任し、徹底的な改革を推し進めた名君の誉れ高い人物は誰？これは、先週何したっけ？やばい、これ本当わかんねえぞ。これ答えがないんだよね。これ前何したっけ？知らないにしたんだっけ？忘れちゃったでしょ。そんなのわかんないよ。いや、そんなのわかんないよ。だから、難しいこと言い出すんだ。そうね、あなたたちの頭じゃ無理ね。無理ね。ちなみに答えは上杉鷹山ね。ブーブー。ひどい。第3問。リアちゃん、さらっとひどいこと。お気楽アイドル神楽坂ゆなが所属する芸能プロダクションは？あ、これはあれだったね、バーニングプロだったね。あ、違う、ビーナスプロだっけ。あれ、バーニングプロだ、バーニングプロだ。バーニングプロ。ビーダスってマジや。あれ、ビーダス、あ、ビーダスだっけ。あれ、ビーダスだった。自分の所属するプロダクションくらい覚えなさい。ここはでも正解したら両方まあ正解するんだろうね。結局第4問も。ご飯を食べるとき、左手にはご飯の入ったお茶碗を持ちました。さて、右手には何を持つでしょう。結局最後の問題までどれ答えてもいいんじゃない。
味だよね。二の身を持たない。偽物はあなたね。なぜ私の方が正解したのに。ユナにまともな常識があると思った。あなたの負けよ。酒瓶じゃないのか。複雑な気分。酒は飲まない。よし、ようやく帰ってきた。しょうがないですわね。戦闘前でセーブだったけどね。前作なんか戦闘前でセーブなかったっけ。大五郎4リットルですよね。大五郎。俺とお前。私はエリカセブン、銀幕のミキですわ。神楽坂ユナ、ここで死んでもらいますわよ。死んでたまるか。ミキバサスユナファイ。帰ってきた。今日はストレートで直してる。こっちも可愛いからよい。迷える子羊よ、私の胸で眠りなさい。目が普通になったね。偽物の目きつかったのに。ユナ頑張ります。お、いきなり脱衣カードが来た。スクラエ、あ、両方脱衣カードだ。行くわよ。これ以上はマネージャーを通してからにして。子羊遠慮します。変身中の目はずってたのかな。あお、いいよ、いいカード。七色の木漏れ日が、あなたの死に顔を美しく照らすことでしょう。さっきの上杉さんはイルミネーション、レーション、何事も奈良の悪化の中身のリケリの名言を残した人らしい。なんだって。おはようございます。タケノコチャンネル様です。練習してませんでした。あ、じゃあ先週はね、途中でした。途中で決着がつかなくてやめちゃったんですよね。で、戻してたんですね。ようやく戻し作業終了。戦闘シーンだけで30分かかっちゃって、まだ決着つかなかった。とうとう最後全開したからね、追い詰めてたのに。平和だな、まるでラチ監督の名言みたいだ。のどくそれ、お疲れ様です。ありがとうです。これってすごいですのよ。ちょっと試してみてもいいかしら。ご飯食べられなくなっちゃうからね、仕方ないよ。そう、何言う。殴らせた人もいるのか。助けて、助けて、みんな助けて。セイルが来た。私に勝とうなんて100万年早いんだよ。これはひどい。笑うわ。よし、起動した。パッシング、パッシングビーム。徐々に味方が増えます。よし、もうね、すごいす、今日の敵は明日の友。ちょっと試してみてもいいかしら。これまだ弱いやつだ。よしよし、セリカが戦ってる間に回復するんだ。美しいものが罪と言うなら私の負けですわね。パッシングとライト対決。うわー、攻撃力が落とされた。もっとそう。またなんか変な強力なアリアカードじゃん。あなたの死に顔を美しく照らすことでしょう。イルミネーション、レーション。うわあ、でも減らない。なんで今回減らないじゃん。セリカ減らないね。ちなみにマフラーから火が出るのは、あー来た、パッチング。自動的にやってる。これなんかね、追い詰めたらすぐに回復しちゃうんだよね。パッチングビーム。私って体が弱いんですのよ。お、ラックスさんおはようございます。はい、93個目さんおはようです。体が弱いんですのよ。あ、まあいいんだよ。ほら、とにかく死ねんじゃねえ。タイヤを食らいな。
よしよしよし。ちなみに現実の車でも意図的に装置があなたにこれが言えるかしら。それ危ない。アメンバータイでアイウェオ。アメンバータイでアイウェオ。なんだと。私の蹴りを受けてみな。あばよ。ああ、ありがとう。行動では当然使用禁止。もちろん。七色の木漏れ日が、あなたの死に顔を美しく照らすことでしょう。イルミネーション、レーザー耐えろ。よし。お、ギガギガ。ヘルプに来るの誰だっけこれ、マミちゃん。ソフトボール部の勝負しようぜ。イエーイ。私の鋭いスイングが見えるか。あれこれってすごいですのよ。ちょっと試してみてもいいかしら。うん、そう、まだ負けねえぞ。お、赤いカード来た。なんだなんだ。私の強いスイングが見えるか。おらー。これ以上はマネージャーを通してからにして。マネージャー通したらこれ以上が見れるの。よし。おはようございます。猫じゃらしさん、おはようです。私の投げる球、打てるもんなら打ってみな。大リーグシュート。よっしゃ、大リーグシューター。あ、決まった。あー、やった。今回早かった。先週はこっからすぐ回復されたからね。いや、よかったよかった。パチパチパチ、意外と短時間で済んだ。ありがとうございます。うん、デーブビスケット美味しいです。電話かけさせおって。大丈夫かい？電話かけさせおって。はい。災難だったね。でもこれであんたの疑いも晴れたわけだし。よかった。これで思う存分遊べるわよ、ユーリ。まずはお食事にしませんか？食べてばっかりだろお前は。あんたたち、ビーコン壊すのはどうなったのよ。あ、もうお金なかったのでは。カードじゃないの、ユナちゃん。大事な目的を忘れちゃダメじゃない。財布だったっけ。そうでした。しっかり忘れた。風吹きそうと火の吹きそうと火の鳥を探してるんですけど。何しに来たのかさっぱり、もうすっかり忘れちゃう。ああ、風吹きそうならビッグサンデーマウンテンの風穴にあると聞いているけど。本当ですか。はあ、ありがとうございます。聞いた、やったね。お食事。青のビッグサンのこと忘れてたわ。かき氷で儲けたのかな。まだ言ってる。サンデーマウンテン、美味しそうなマウンテンだ。あれが風吹きそう。あれが
でもあんなに高くっちゃ届かないよ。そうですね、この風を止めればいいんですけど。あれが風吹きそう。でもあんなに高くっちゃ届かないよ。届かないよ。そうですね、この風を止めればいいんですけど。ゆなちゃん止めなかったっけ、スーツ着たら。どうやったら風を止められるんだろう。風が吹き出している穴を塞ぐしかないですね。どうやったら風を止められるんだろう。風が吹き出している穴を塞ぐしかないですね。大事なことなんですね。うん、ど根性系ね、本当に。あれが風吹きそう。鉄骨をね。でもあんなに高くっちゃ届かないよ。そうですね、この風を止めればいいんですけど。あれ、同じことしか言わない。どうやったら風を止められるんだろう。風が吹き出している穴を塞ぐしかないですね。ん、なんか同じことしか言わなくなったよ。どうやったら風を止められるんだろう。風が吹き出している穴を塞ぐしかないですね。めちゃくちゃ大事なので何度も言います。あれ、あ、そうそうだ、風穴か、風穴が増えてた。なんだこれ、ペンタロウじゃない。この穴の形、ペンタロウ、ああかき氷で食ってるよこれ。似たような。チャナさんおはようございます。ペンタロウのかき氷じゃんこれ。あ、どうやったら風を止められるんだろう。あ、しまった、同じことだった。ペンギンがもう入らない。風が吹き出している穴を塞ぐしかないですね。隙間できるんじゃ。隙間ができちゃうよこれ。入れてもこれ、そうだ、ね、ここで氷の製造を使うんだ。食べた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 。かき氷にしちゃった分届きませんね。えい、いや、うー、あとちょっとなんだけどな。そこユーリーで塞げばいいじゃん。ユーリー、ちょっと私を持ち上げてくれる？あ、あと、もう少し。はあ、お腹すいたです。ユーリーのこれ燃費が悪すぎ。取ってる。痛い、ひどい、ユーリー、すいませんです。燃費悪いな。燃費悪いね。痛い、やだ、れた、足捻挫しちゃったみたい。よくもそんなに。大丈夫ですか。私はもっと食べろよ。もうひどいや、ユーリー。なんとか風吹きそうだけは手に入ったわ。あとは火の鳥ね。火の鳥、同じ火だもの。多分火の惑星にいるんじゃないかしら。やんぱらやんやん、火の鳥、お顔脱げる私だよ。まだ痛い。ゆなさん、本当に大丈夫ですか。もう火の鳥、ユーリーのせいなのよ。あたく、ごめんです。ここでアイキャッチ打った。でん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 。セーブ。かき氷だけに夏祭り風。夏祭り風でしたね。いや、味わい深い画面。粘土は痛いよ。ユナさん、悪化しちゃうよね。早めに行かないと。ダメ、だんだんひどくなってきたみたいだよ。ガイドブックを見たら
火の惑星には温泉があるようですけど。そうね。じゃあユーリ、そこにお願い。コブがある惑星。日本人は温泉大好き。日本人は温泉大好き。おはようございます。ジェルクさん、おはようございます。カトリーテハワイアンセンタージャングル大浴場。お、入浴シーンかな。クークラク、クークラク、ようやく痛みも和らいだわ。お客様、本当に良かったです。なんか変なところだね。ガバの鼻から出てるよ。この星って温泉だらけなんだ。この星には源泉が5000以上あって、124個目でもあります。焚き付けに使えそう。性質は石膏泉、硫黄泉、弱食塩泉、鼻で肛門からじゃなくてよかった。数十種類もあるんですよ。キャラリー、鼻からギュウリン。なんだかウサギちゃんみたい。うん、普通口からだけどね。何ですか、そのウサギちゃんって。気にしないで、すごく昔のことよ。昔のことをユナが知っている。ユーリって見かけによらず器用ね。私金づちなのに。5000もあってね、確かに。何でもこなせるんです。気持ちいいですよ。ユーリー、あんまり遠くへ行くと、ああ湯けむりで見えなくなっちゃった。浴場で泳ぐじゃない、泳ぐじゃない、交通アクセスとか改善したら大ヒットですよ。ほぎゃーになってる。何、どうしたの。わらわら、バチが当たった。ケツが浮いてる。ユーリー、殺人事件かな。わらわら、これはユナちゃんはこっち。急に人が現れて行くとしたら、ユーに当たるとしたら、GKB がない、 GKB がない。大丈夫か。137個目さまです。絵の枚数多いですね。140個目さまです。あのね、誰かいるの。お、盗撮された、危ないよ。ちょっとアイドルのスキャンダルになっちゃう。あら、特殊な系だったか。手首ないアンドロイド。でかい。あ、ははしおりさん。あ、前作にいた、おっとりの、おっとりのしおり。元気にしてた。小杉さんか、この子が。おっとりすぎてのぼせそうだな、この子。お久しぶりです。ユナさん、そちらはどなたですか。神宮寺しおりさんと言ってね。可愛いな。初めて会ったのは、蒸し暑くって汗がダラダラ流れる密林の惑星だったんだよ。よく覚えてるね。詳しくはハドソン PC エンジンソフト銀河お嬢様伝説ユナを見てね。見てね。誰に言ってるんですか、ユナさん。え、コーダマリコさん。テレビの前のあなたよ。うん、宣伝は基本ダイレクトマーケティング。それよりもしおりさん、一段と綺麗になったよね。早速ありがとうございます。ワンやってないで通買う人いるかな。ユナさんはいないと思うんだけどな。いかがお過ごしでしたか。私ごくごく普通よ。まあ今またちょっと厄介なことになっちゃってるけど。で、しおりさんの方はどうしてここに。
町内の商店街の福引きに当たったんです。声優推しだけで買う人は2から入る福引きか。大人ないことはないか。あたしああいうの全然当たらないよね。声優さんは誰推しかな。2だけに出てる声優さんだ。ユーリーの声優さんか。あたしはもう1ヶ月も1ヶ月も1ヶ月もちょっと待って。ここはところですよ。ふやけてしまうと、わら、トーマユミさん好きは買わないとね。トーマユミさん好きはね、両方買わないと。錆びてそう。まあ、PC エンジン持ってないとね、トーマユミさん、PC エンジンで一番作品数多いですから。1チーム入っておりまして。トーマユミさん好きはもう PC エンジンマスト。おっぱいがプルンプルン。ああ気持ちよかった。そうですね、体が芯から温まりましたね。しおりさんにも会えたし、足の調子も良くなったし、うん、ラッキーラッキー。桃尻も見えたし。ところでゆなさん、あなんかいる、なんかいるぞ。私お腹が空きました。いい匂いですよ。なんか卓球場があったぞ今。これは中華料理です。ユナさん食べたい食べたい。ユーリー、私もうお金が少ないのよ。そんな、何に使ったのか。お前のご飯だ。コミュニケーションと称して尻に噛みつかれたことあります。どんなコミュニケーション。あなたの食費よ、食費。もうお前だよ、私だって欲しいものがあったのに。お前の食費で全部消えたんだよ。食べたい食べたい。ユーリ、いい加減にしてよ。食べたい食べたい食べたい。誰しまえば勝ち。自分で出しなさい。自分で出しなさい。あっ、あらら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 、やる。うちのゲームを壊したのはチャイナの礼儀だ。こっちは痛いばかりで何するんだよ。怒ったのしました。礼儀ちゃんじゃない。あれはおかしかったと大人になった時は謝ってくれましたが、礼儀さん、おい、それはなんか病気だったんですかね。わかんないね。礼儀ちゃんち、この星でお店やってたんだ。詳しくはワンを見てね。赤山に友達などいないある。こんな悪いことする子にはお仕置きするある。うわ、あっちょっとレミちゃん。あきょー、あきょー、お仕置きある。いや、ゆうながやったわけじゃないけど。やだ、レミちゃったらものすごく怒ってるよ。うわー、ユダが狙われてる。レミちゃん、あたしよ、あたし、あたしなんて知り合いいないある。あたしだ。わー、なんかユナさん大変そうです。お前のせいだ。覚悟するある。だからレミちゃん、ちょっと私の話を聞いて。問答無用ある必殺。ファイブアニマルカンフー。ファイブアニマルカンフー。なんで言われつけら中国人って本当はいつから出たんだろうか。どうだね、最初の中国人の人があるとか言い出したのはね、どうなんだろう。
どこからかね、その中国人ガールになったのはね、昔からだけど、元祖誰どこだったんだろうね。ちゃんとこまでとばっちりを受ければいいか。ホルトさんがありがとうです。え、ユナ、ひょっとしてあのユナあるか。だから、そうだって言ってたのに。ユナさん、生きてますか。あちゃー、ユナ、大丈夫あるか。誰にやられてあるか。ん、なんか誰か見てる。のんきにしやがってユーリー。双子が見てる。てんてんてん。誰だ、誰なんだ。セブケイ。90年代のテレビ感ありますね。うん、いろいろあって楽しいですね。怪しい二人組だぞ。戦闘シーンだけはね、ちょっとね。どんな旅があるよ。お話盛りだくさんで面白いんだけど、戦闘シーンが微妙に長いのね。わらわら、あの柱の一件は、あのいいの、柱壊されて、壊してんだけど、ね、何者かが。ユナさん、ボロボロになってしまいましたね。ユナ、悪かったあるよ。そんなに怒らないで。うちの料理食べるある。今日は全部おごるあるよ。おかわり。よく食べるあるね。はい、まだいくらでも入りますよ。肘が潰れるぞ。ただは気前良すぎてあるかな。いや、柱壊してるので柱壊してる。考えてみれば、そうね、私がレイミちゃんにボロボロにされちゃったのもユーリーのせいじゃない。なんか最近私ユーリのせいでひどい目にあってばっかり。ところでユナ、この星には観光で来たのか。へっ、まあ、気づいてしまった。じゃあ、もう火の鳥は見てあるか。へ、火の鳥。あ、そうよ、あたしたち火の鳥を探しに来たのよ。もやもやがね、心にちょっとわだかまりが生まれてきだした。とても珍しい火の鳥がいるある。でもいつも火を出して暑いからそんなに近づけないあるね。そうなんですか。どうやって捕まえたんでしょうね。それは言わない約束ある。じゃあそういうことならその雷風呂に行ってみるわ。じゃあもう風吹きそうがあるから、あの風吹きそうで消すんだろうね。なんか怪しげな入り口がある。乱獲して1箇所にまとめて火力発電に使いましょう。はい、このお風呂を作った人ってどんな趣味じゃん。天狗があるな、天狗が。なんか変なとこですね。めちゃくちゃ発電してくれそう。うん、あ、ユーリー、風吹きそうで風力もいける。風力も。火の鳥ここである。火の鳥なのに雷風呂とはこれいかに。火の鳥なのに雷風呂。なんだよこの看板。わらわら、やったー。ミノースパーガーデンみたいな装飾。スパーガーデン、ミノースパーガーデン。あー、ユナさん待って。アイドルです、一応アイドルが。ミノインセンスパーガーデン。体を張ってかったな。ユナさん、大丈夫ですか。なの、一体このビリビリって完全にバラドルですな。バラドルになってる。通常より強い電気が通っているみたいです
ね。ユーリあんた分かっているんなら止めてよね。そんなユナさん言う前に飛び込んじゃったじゃないですか。火の鳥のお部屋に行く方法。でもどうしよう、このままじゃ向こうに行けないよ。もう人気もないし体張るしかないですからね。うん、周りに橋はないみたいだし、どうやって渡るんだろう。あ、それならいい方法がありますよ。どうするの？どうするの？歌唱力もないしな。押すなよ押すなよ。押すなよ押すなよ。もうバラドルの道しかないのか。こうするんです。あれやると思った。スズナさんがありがとうです。ひどい目に遭ってる。なんで私ばっかこんな目に遭うの。わらわら。ユナさん、ちゃんと温泉越えられたでしょ。ユーリあなた中に入っても大丈夫なの？そうだね、ユーリが入ってると。ああ、私はちゃんと絶縁処理してるから。絶縁処理。そう、お前が取りに行けよ、この野郎。お前が取りに行けよ。あんたらユーリが私をおぶって連れてきてくれればよかったじゃないの。ああ、言われてみればそうですね。またくも。やけに蒸し暑くなってきたね。汗でびしょびしょです。あ、あれはもしかすると、お、やーんパラやんやん、あれが火の鳥。ん、しかしその前にずーっと探してたんですよ。ねえまこちゃん、ゆなちゃんなかなか来ないから、まこちゃん心配してたんですよ。ねえ、あ、今タイムリーな。もう一人がかこちゃんだったら笑ったんだけど、あこちゃんだ。ゆなさん、あの人たちとお知り合いなんですか？もしかしてエリカセブンの？ピンポーン。私は閃光のアコ。閃光のアコ。そして私が疾風のマコ。疾風のマコ。お、茶色手袋。茶色手袋。とっても明るい人たちですね。そうね、もしかして戦わないで済むかもしれないね。ユナちゃん、とっても強いんですね。その二つな。はい。今まではね、闘魂のマミ、ストライカー類、ハイスピードセリカ、銀幕のミキだから大丈夫、まだかぶってない。そうそう、みんなやっつけちゃったもんね。尊敬しちゃう。うんうん、ユナさんってすごいですね。敵からも尊敬されちゃうなんて。なんか照れちゃうな。そこでお願いがあるんですけど、天候と鉄風で速さかぶりしてるどころかハイスピードも前にいたとか特色。私たちユナちゃんみたいに強くないんです。意味はあれだけどね、かぶってるか、かぶってるけど、速さかぶりだけど。だから、言い方変えただけだね。私たちは二人一緒に相手してね。これじゃあ5人6人になるのかな。アコ&マコ VS ユナ。ファイ！
A&M。 お相手だって、恥ずかしい。なんで恥ずかしいんだ。ユナ頑張ります。お、いきなり脱衣カードあるじゃん。ヘルマーやったで、充実してる。くらえ、双子の脱衣だ。行くわよ。おらー、オッケー。ひどーい、なんてこと。オッケー、あなたなんて大嫌い。お、悪口コーナーある。よし、悪口コーナー。あー、これ強力な。ロボットピンポン。行くわよ。あ、二回攻撃なの。行くでちゅー。え？ひどーい。もう相手してあげないんだから。えいえい、ひどいと思うわ。ひどいと思うわ。うつなぎだ。ヘルプー。誰が来るのかな。ユーリだ。ふぃー、では行きますです。登竜閣です。よいしょ、行くわよ。スブリッジゴク、スブリッジゴク、痛いです。行くわよ。スブリッジゴク。あんこまこで2回攻撃なのか、必ず2回攻撃なのか。ないです。せーの、卓球とワックハラエ。この頃アイちゃんだね。せーの、えい。あれあれダメだこれ。じゃあ頼むよ頼むよ。当たると痛い。よっしゃ、それだそれ。なんかわけわからん、ここからミサイルが。怪力隊行くわよ。スブリッジゴク。あお。せーの。今度蹴りも来るぞ。えい。お、防御攻撃ある。卓球に関係あるの、このレンガは。レンガ関係あるの、卓球に。お仕置きしちゃいます。逆どこに使うんだ。これなんだ、早く行っとこうか。せーの、えい。なんか、風呂桶みたいな音がするけど。せーの、えい。銭湯のちょっとしか会話しない。燃費歩いて、これなんだ。スカッ。せーの、えい。せーの、えい。ボーリングの球がピンに当たったみたいな。あー、ボーリングの音もするね。信じられませんです。当たると痛いです。あー、帰った。お腹が減ったので帰るです。あっかれー。よいしょ、行くわよ。スブリッジゴク。せーの、えい。おう、左利きと右利き位置変えた方がいいんじゃないの。せーの、えい。せーの、えい。2回攻撃やりたいな。えい。
たあのツインシュートか。見る気ないんだよ、ツインシュートが。ここら辺。よいしょ。行くわよ。素振り地獄。おう。行くわよ。素振り地獄。お。誰か来て。みんな。ストライカーの意地にかけてもこの勝負もらうよ。ストライカー類。このゲームってロクボタン対応なんですか。ロクボタンは対応してませんよ。対応してます。間違えてるんだよね。いや、対応周辺機器処分にしてますよ。大丈夫大丈夫、ロクボタンは対応しません。ダイナマイトスライン。ロクボタン6つのボタンがあっても使うところないよね、これ。いつも仲良しよね。そうよね。頑張ろうね。うん、頑張ろう。せーの、ファイト。無敵スライディング。ウィキはね、間違いが多いからウィキは知っちゃいけないですよ。行くわよ。 PC エンジンは特に間違いが多いから。ダイナマイトスライン。行くわよ。つぶり地獄。ウィキはね、ほんとね、ウィキだとね、信じちゃう人が多いからね。ウィキとアマゾンのメーカーは、そう、アマゾンのメーカーはもうめちゃくちゃだからね。アマゾンのメーカーも信じる人いないだろうと思うけど、若い人だと信じちゃうかもしれないですね。アマゾンのメーカー見てウィキに書いてる人がいるのか、メーカー名違ってるとこあったからね、前。私の必殺シュート受けてみろ。ウィキーさんはね、ウィキーさんはし、ウィキーさん今いるのかな。 PC エンジンミニがコナミって信じませんよ。ミニはコナミから、それは信じないといけない。お、ストライカーちゃん、やった、ルイちゃん。うぅ、バッコちゃん。パチパチパチ。やったね。やったぜ。あとは火の鳥を捕まえるだけです。綺麗な鳥ね。そうですね。でも火を吹き飛ばさないと捕まえられませんね。どうすればいいのかな。そうですね、とりあえずこれ使ってみます。氷の製造といい、風吹き槽といい、どこに持ってたのよ。風吹き槽はまあは持てるけど、製造はどうやって持てる。まあいっか、イオリやってみて。じゃあユナさん、行きますよ。よっしゃ。あ、暑い。ごめんなさい。なんでか、かがみに行ってんだ。体張ってんな、わら。ああ、私の髪燃えちゃったよ。ユナさん大丈夫ですか。ひどいよユーリー。ごめんです。髪は女の命なのに。
あらららららら、これが、あの火の鳥？見かけ倒しだったんだ。結構ブサイクな鳥ね。でも、さっきの炎ならあの氷を溶かせるかもしれないわね。そうですね、これで氷の惑星のビーコンも壊せます。よし、氷の惑星に行くわよ。行くわよ。さあ、また再び、また再び冷房に。これだけ食べてるわね。50回食べる間についちゃうとか言ってたけど、もうあと1回じゃないか。まだ何にも変わった様子はないね。なんとか間に合ったようですね。さあ、あなたの出番よ。頑張って氷を溶かしてね。そうはいかないわ。おっと、また出てくるのか。エリカセブン何人倒したっけ。6人ぐらい倒したよね。もう出てきた。私はエリカセブン、氷の緑。氷の緑、そのまんまだ。フィギュアスケート界の女王。この頃は伊藤みどりだったもんね。今までの人たちとエネルギー量が違います。そういえば強敵ですよ。トリプルアクセルだ。元祖トリプルアクセル。もう時間がないって言うのに。諦めなさい、ユナ。もう間に合わないよ。いつの間にかバトルスーツになってる。邪魔しないでよ。そこ落として。もう遊びはおしまいよ。あなたの化けの皮を剥がしてあげるわ。なんですって。私は今いろいろあってちょっと頭に来てるんですからね。全てユーリーのせいだけどね。行くわよ。ミドリー vs ユーナファイ。ユーリーが大体悪いからね。ユーリーが大体、ユーリーの大体。もしかしてあなた、この私に挑戦するつもり？ユーナ、頑張ります。お、いきなりヘルプがある。まず防御攻撃だ。クライ。私の華麗な舞に見とれているがいい。トリプルアクセル。やっぱりトリプルアクセル来た。トリプルアクセル来た。大丈夫だもんねー。助かい。あれ全然ダメに効かないやん。わお。アイムヘルプ使っとこう。超絶対レードのつららに串刺しになるがいいわ。1ミリぐらいしか減ってないよ。こっちはあれだよ。私たち、お、アコバコが、あ、これ2回攻撃してくれるのかな。2回攻撃だったらいいんだけど。お相手だって恥ずかしい。さっきの敵は今日の友。あーっと、行くわよ。つぶり地獄。かわいいものね。私の前で油断したことを後悔するがいい。ああ、でもダメ受けない。ウェー、ちょっとちょっと、ね、ちょっと早すぎだろ。か弱き花に迫る悪影。可愛いなとポリリーナさんじゃ。散らせはしない。お嬢様仮面ポリリーナ。バイバイ。愛とともにここに参上。かわいいポリリーナさんだ。私の愛の鞭、受けてみよう。バキピュー、バキピュー。お、バキピュー強い。パイリーナ様、敵。
ち。超絶対霊度のつららに串刺しになるがいいわ。オリリーナさん強いわ。まだまだ。お。超絶対霊度のつららに串刺しになるがいいわ。マキンバリア、オリリーナマント。そこだ。おいよ。私の愛の鞭受けてみよう。バッキンビュー。バッキンビュー。はいよバッキンビュー。バイリーナ様素敵。気にして。気にしていいね。かわいい私のファンネルたちよ。ファンネル持ってる。行きなさい。ファンネルとか言ってる。お。超絶対霊度のつららに串刺しになるがいいわ。ファンネル。ファンネル持ってる。オリリーナマント。そこだ。バイリーナ様素敵。気にして。えいっす。じゃあね。あーちょっとボリリーナ様、あとは頑張るよ。ボリリーナ様ちょっとまユダに任せてダメだって。あーバリア流れ変わった。最後までやって。私の前で油断したことを後悔するがいい。あーちょっとちょっとここら辺盛り返してみよう。あーまたバリアかよ。私の前で油断したことを後悔するがいい。ボリリーナ様まだ出てきて。ボリリーナ、あーなんだこれ。ちょっとポリリーナ様がいなくなったら急になんか私の前で油断したことを後悔するがいい。急にカードがおかしくなったぞ。うわー負け回復だ。競技の判定は流れ変わったね。すごい10点満点です。当然の結果ね。ここで慣れたが出てきた。うわー超絶対霊度のつららに串刺しになるがいいわ。流れ変わった。早く勝てた。マイナス196度ラッキー。やったね。マイナス196度は絶対霊度。超絶対霊度のつららに串刺しになるがいいわ。わあダメじゃんこれ。うわあ。私の前で油断したことを後悔するがいい。負けイベかな。ノー負けイベ、ノー負けイベ。コンティニュー。やったー、ラッキー。現実は非常である。現実は非常である。ミドリー vs ユナラウンド2ファイ。いやポリリーナ様出たときはよかったのにな。もう負けないわよ。お、もういきなりヘルプがある。まずはあれか、でも悪口攻撃しとくか。あーなんか強い攻撃だ。すごい、もう相手してあげないんだから。おのれー、かわいい私のファンネルたちよ、行きなさい。わーお、ちょっとヘルプ。超絶対霊度のつららに串刺しになるがいいわ。おげー、みんな助けて。迷える子羊よ、私の胸で眠りなさい永遠に。見てきた。
偽物を見て、偽物だ。私って体が弱いんですのよ。超絶対霊度のつららに串刺しになればいいわ。ちょっとありがとう。また次のステージで会いましょう。1回投げて何これ。あ、毎回これポリリーダーさん来るの。一回やった後ポリリーダー来るの。これは決まってるのかね。お嬢様仮面ポリリーダ、愛と共にここに参上。ポリリーダ様、超絶対霊度のつららに串刺しになればいいわ。私の愛の鞭受けてみよう。バッキンビュー、バッキンビュー。私の愛の鞭受けてみよう。バッキンビュー、バッキンビュー。あー、バレリーナ様、バッキー気にして。超絶対霊度のつららに串刺しになればいいわ。まだまだ。超絶対霊度のつららに串刺しになればいいわ。まだまだ。バッキンボー、バッキンボー。あー、バレリーナ様、バッキー気にして。長い、出てきたけど。あー、回復した。競技の判定はすごい、10点満点です。当然の結果ね。私の愛の鞭受けてみよう。バッキンビュー、バッキンビュー。よし。バレリーナ様、バッキー気にして。じゃあね。あー、もうここで終わりまして。あとが頑張れないんだよ。あー、ほらー、なぜかユーナのターンになったらば相手バリアばっかりになっちゃう。私の前で油断したことを後悔するがいい。わかった。ラッキー、やったね。自由なゲストの皆さん、お、まだ来た、オッケー。ラッキー、やったね。ゲストは自由だね。私のファンネルたちよ、行きなさい。ヘリがすごすぎるよ、ちょっと。あー、ラッキー、やったね。競技の判定はすごい、10点満点です。当然の結果ね。こんな衣装でフィギュアしたらもう10点満点と、10点満点だね、完全に。あー、しかしバリア張ってる。かわいい私のファンネルたちよ、行きなさい。大丈夫だもんね。絶対霊度のつららに串刺しになればいいわ。ここを掘り出すといい、いいのが出てくる。大丈夫だもんね。反撃しちゃえ。助けてポリリーダ様。みんな助けて。お互い悔いの残らぬよう正々堂々と勝負しようぜ。これまた行ったんかな。絶対霊度のつららに串刺しになればいいわ。一旦でポリリーナ様でもいいんだよ。ウォーリアー、よいしょ、無敵スライディング両方バリア。私の投げる球打てるもんなら打ってみな。大リーグシューター。よいしょ。超絶対霊度のつららに串刺しになればいいわ。まだ負けねえぞ。あー、ポリリーダ様来て。ポリリーダ様、あ、ポリリーダ来ない。行くわよ。
かわいい私のファンネルたちよ、行きなさい。もうちょい、多分もうちょい、ユナでもユナでも行けるだろう。なあ、なんでここで回復すんだよ。すごい、10点満点です。当然の結果ね。でもちょっとちょっと、あーもう行くわよ。私の前で油断したことを後悔するがいい。若干の回復でしぶといしぶといしぶといな。超絶対レードのつららに串刺しになるがいいわ。ラッキー、やったね。よいしょ。超絶対レードのつららに串刺しになるがいいわ。大丈夫だもんね。え、下手？うわー、もうなんだこれ。行くわよ。私の前で油断したことを後悔するがいい。悪口攻撃してる暇はないな。かわいい私のファンネルたちよ、行きなさい。行くわよ。もうないわよ。行くわよ。超絶対に。うわあ。串刺しになるがいいわ。終わった。うわあ。ユナツはちょっと戦闘のシーンがいい。戦闘がこれがね。強すぎる。長いしな、長いし、これ負けるのかな。運次第だからな。プレイヤーがどうにもできないところが、どうにもできないからな。主人公が弱すぎる。弱すぎるな。本当に何なんだこいつ。誰だよこの戦闘考えたやつは。ミドリバーサスユナラウンド3。ファイッ。ほんと誰だよもう。どうして勝てないの。少しはサービスしてよ。お、今度いいね。バリア2つから、いやもう高いバリア。超絶対レードのつららに串刺しになるがいいわ。よいしょ。1ミクロン。うわー、入れ替えられる。あ、なんかポリリーさんが来た。か弱き花に迫る悪の影。何も出てないポリリーナ。けれどこの私が散らせはしない。お嬢様仮面ポリリーナ、愛と共にここに参上。ポリリーナ様。超絶対レードのつららに串刺しになるがいいわ。何段ポリリーナ様いるのこれ。私の愛の鞭受けてみよう。バッキンビュー。バッキンビュー。助けてポリリーナ様。ポリリーナ様、好き。好きにして。ポリリーナ様オンリーでお願いしたい。ポリリーナ様オンリーでお願いしたいですね。お、強烈な攻撃だ。バッキンボー。バッキンボー。どうなんだ。かわいい私のファンネル。それで取ってようと思ったら、あの交換、あの入れ替えカードとか使われて全部なくなっちゃったりするんだよね。だから早めに使っとこうと思って。エルブとかは説明書にもなんか仲間カードは早めに使いとか書いてあったから、回復用に持ってようと思ったら、運が悪いと根こそぎ取られちゃう。私の愛の鞭受けてみよう。バッキンビュー。
なんていうか、調子乗ってんだよ。あ、でも今回いいんじゃない？ポリーナさん、もう2ターン持ってくれたらいいんじゃない？ポリーナさんに、もう超絶対霊度のつららに、串刺しになるがいいわ。ひどいな、笑。私の愛の鞭、受けてみよう！バッキンビュー！バッキンビュー、運がいいとこれで勝てるんじゃない？もういた、もういた、もういた！ポリーナ様！多分作った後続いて説明してあとは頑張るのよ。まああと1もうちょいだから大丈夫だろ。いいなのよ、いけいけ。あーとか言ったかよ。競技の判定はなんだこれ。すごい、10点満点です。向こうはあの当然の結果ね。あれだよな、いいとこでこういうことになってくる。うわー全然いらねえ。私のファンネルたちよ、行きなさい。やめて。あー競技の判定はこっちがバリアの時に限って回復とか。10点満点です。当然の結果ね。また回復だろうと思って。もう一押しなのに。すごい、すぐバリアで使わない。すぐバリアで。可愛い私のファンネルたちよ、行きなさい。バリアしたら多分回復が来るんだ、きっと。もうちょい待つ、もうちょい待つ。カード変えても意味がないじゃん。あもうダメだよ。ああそれバリア。私の前で。ああもうダメだ、バリア使うしかない。後悔するがいい。今回もお昼ご飯か。あ、ヘルムカード来た、やったぜ。助けてみんな、助けて。ポリリーナ様、アコちゃん、頼むよ。今度アコとマコがお相手します。キャー、2回攻撃しても2回攻撃。恥ずかしい。頼むよ、頼むよ。せーの、お前ら来るんか。えい、せーの。よしよし、2回攻撃。よし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 。超絶対霊度のつららに串刺しになるがいいわ。大丈夫大丈夫、頑張ろう頑張ろう。よしよし、頑張れる頑張れる。私の華麗な舞に見とれているがいい。トリプルアクセル。トリプルアクセル見た。せーの、よし、これで勝ったんじゃない。2回攻撃で、よし、スイスマッシュ来た。いくでちゅー、勝ったか。よいしょ、よし。最後、箱箱でやった。果たして時間内に絶水可能か。箱箱やった。パチパチパチ。うー、なんとか。パチパチパチ。ありがとうございます。3回やり直したんだっけ。やったか。危ない、危ない。パチパチパチ。ありがとうございます。道中サクサクなのにこの戦闘が。ユナちゃん全くあれだね。早くビーコンを止めないとね。仲間しか役に立たない。ユナちゃんの攻撃1ミリぐらいだから。はいです。あら、なんかこれは怪しい。ヘルプ嫌いなのが出たですね。あ。ねえ、ヘルプが来ないとダメだよね、今の。危ない。正直ユナ弱すぎ。リアちゃんね、かなりダメージ与えた、ポリリーナ様で。あーあっ、ユーリーがユナを突き飛ばしてユナに当たった。これで突き飛ばしてユナに当たったらさあなんだけど。はあ、火の鳥が。あ、火の鳥逃げた。みんなで壁に激突しそう。逃げちゃった。ああ、
これは午後にツイッターのトレンドにユナ弱いが上がってきそうですね。ユナ弱い。偽物みたいだこれ。日に焼けちゃって。お、ちょうどセーブで、ちょうどここらで切りがいいかね。でもここでやめましょう。パックン。ちょっ。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジン版銀河お嬢様伝説ユナ2は毎週日曜日やってます。ユーリったら。おでした。おつおつ。はい、おでした。あ、ユーリ怒られてる。え、助けてくれてありがとうじゃなかったんだ。おでした。変わったとかじゃなかったんだ。おつおつでした。おでした。お昼はアストラリウスでお会いしましょう。お昼あとはアストラリウス。おでした。おつおつ。おでした。ユーリが今かばっかばあの光線をかばったかばって受けたのかと思ったけど違ったんだ。火の鳥が逃げただけだったんだあれ。おつ。はい、おつでした。